ゆうじろうチャンネル、今日のお題は何歳になってもチャレンジしません。54。この間ちょっとわしもっともっと顔ガンガン出していこうと思った。なんでですか？いや、この間話したあの学識サロンさんみたいに全然顔出さずにこの文字と言葉だけっていうのは何回たらやっぱ伝えたいコンテンツに集中してもらいたいけ、はいはいはい、わしらみたいなのが映ると邪魔。ああ、ちょっとこう、だけど、まあ、わしの顔バーン見て、例えばわしのこと知ってる人やったら出とる出とるだけど、知らんやつがこれ見て何やこいつってなりますよね、って思うじゃん、うん、だから何やこいつって思われちゃいけんけ、ちょっと顔引っ込めようかなと普通は思うんだろうけど、逆に出るガンといきますよ、ガンとピントがおかしくなるからねこれでね、ここで嫌われてもいい、ここで嫌われるということは、うん、あと好かれることはないけ、言ってる意味が分かんないですけどもう中途半端なことはせずに、もう出すなら出しまくる、まあ、それそうですよ ね、はい、これもチャレンジですから。そうですよね、もう50も過ぎてからこんなことをチャレンジしてからよ、ね、50過ぎたおっさんがこんな自己主張強くうわーっていいかみたいな話じゃん。いいんですよ、だから、ね、そういう話を今日はしてみたいと思いますので、はい、今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、板坂雄城です。こんにちは、立川奈子です。はい、ということで今日はね、何歳になってもチャレンジするっていう話なんだけど、はい、これこの間ね、わしが倫理法人会っていう、まあ、これ全国にあるんで、これ見られてる方でも入られてる方いると思うんですけども、うん、まあそこで講話をしてほしいことで呼ばれて、そうですね、でも朝6時から喋れない、すごい早朝セミナー、5時半にも行ってから準備してて、でまあ喋ってたら、うん、まあきっちりわしが倫理法人会に入れられてしまってね、うん、うまいね、向こうがね、やっぱりそうで、まあ次一回その講話した次の会じゃったっけ、まあとりあえず行ってみようと思って行った時に喋った方が、セイコー自動車さんっていうね、板金塗装をされるような仕事で、しかも、広島だからマツダがあるんでね、マツダの工場とかがいっぱいあるところにある、うん、板金塗装屋さんで、まあマツダ関連の仕事がいっぱいそこにはあったんだと、で結構仕事もパンパンでもう取れませんぐらいバンバン忙しかった。忙しかった、うんうん、ただまあこの社長が言うには、やっぱり板金塗装って末端ユーザーの顔が見えないんだと。え、どういうことですか？例えばお前が事故しましたって言ったら、まあディーラー持って行きますって言ったら、ディーラーの営業マンとかがおって、そこから来るじゃん。ということはフロントでいつも会うのはそのマツダのディーラーの、うん、その何、営業マンだったりサービスマンだったりっていうとこしか会うてない、うん、だからやっぱり向こうからすると、仕事出してやっとるんで、おい下請けたちみたいな、だけどもう板金塗装、ああシャッシャやれよみたいな、うん、まあみたいな、どうしてもそういう扱いになってしまうと、うん、でなんかこっちはこっちでプライド持ってやっとるのに、うん、何にも楽しくないと、うん、で一生懸命やっても全然褒められることなく持って帰って、うん、で褒められるのはそのサービスマンがお客さんから、うわ綺麗になって嬉しいですみたいな、まあね、うんうん、だからこういうのをやりたくないみたいな、うんうん、ずっと思って。54歳だった、ちょうど私と、はい、同級生同い年だったんだけど、うん、まだ若いですね、うん、たらその人が、うん、昔からこうなんかこう古い車を、うん、レストアする、レストアって分かる、こう綺麗にもうボディとかも腐ってるとかも全部パテで埋めて、あ、リノベーションみたいな感じ、あ、まあ、そうみたいなのをすることで、でマツダのユーノスロードスラー、古い車ですよね、もう、まあ、今でもあるけんね、うんうんうん、今でもこうリニューアルされながら出とるけども、その一番初代の車があって、うん、でこの車がすごい秀逸ないい出来なんだって、はい、どうしてもこのオープンカーになるけ、オープンカーにしてあるとこの車体がものすごいねじれると、でもそれをうまいこと計算されて作られてる車なんだ、うん、でこの車を、うん、時間かけてレストアして、うん、もう一回、蘇らせるみたいな、うん、これをしたいんだっていうことで、うん、で結局まあその仕事に転換していこうとするわけなんだけども、はい、まあそれが、50になってきて、でまあ今まで会社の借金もいっぱいあって、うん、で自分には家族がおって子供もまだ学校行きようってみたいなかったら、いろんな事情でこうできない理由があるけども、うんうん、まあ、ある程度会社の借金も目処もついたし、うん、まあ、家族もちゃんとこう育っていったしみたいな時にやってみようかなみたいな、
ことになって、うん、で、社員集めて俺こういう仕事したいんだみたいな話をしたら、うんうん、やっぱりそれじゃあどれぐらいじゃあその仕事が入ってくるんですかって言ったら今より完璧に少ないわけじゃん、うんうんうん、でみんなを養えるぐらいの仕事量は絶対ないと、うん、だからお金を取るか思いを取るかみたいなね、はいはいはい、すごい究極の選択になりますね、うん、そう懐裕福でも思いがもうズタボロな方がいいか、うん、やりがいとか思いはもう満ち溢れとって充実しとんだけど懐は寂しい、うんうんうん、という A と B とやったらどっちがいい？いや理想はそれはその思いが充実してってっていう方がいいですよ、うんうん、でも現実は生活がありますよね、うん、でその社長さんは今までできなかったけど子供が育ったから今ならできると思った自分のタイミングは考えてるけど、うん、じゃあ社員さんのタイミングはって思う、うん、自分はそれはだから自分も生活ある程度守って大丈夫になってからさ出発ってなったけど、うん、それは自分のタイミングじゃないですか。あでも社員さんもしかしたらじゃあわしが思うのはその人の話を聞いて、うん、おおなるほどなって思って、うん、やっぱそういう何歳になってもチャレンジしよる人とか見るとめっちゃワクワクするわけよわしも聞いとって、うん、まあ男のロマンって感じはしますよね。ああ男のロマンか、うんうん、まあのいやよくやっぱりもう50とかになると今度は年がいっとるけって、うん、できない理由バーン並べ始めるわけよ。はいはいはい、まあ人間って大体そうや、うん、そうですね、でならあのできない理由並べ上げたら、うん、このできない理由生産工場やらしたらめっちゃみんなすごいものすごい効率のいいお前何個作るんやぐらい大量生産できるのに、でもそれをせずにやってみるっていうのが、うん、私はすげえなと思ってかっちょいいなって思ったんだけど、やっぱりそれは今度はお前は社員サイドから見ると、うんうん、それはあんたはええかもしれんよみたいな話。そうそう、その社員さんのことも社長さんのこともお会いしたことがないから言えることなんですけど、うん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 、例えばじゃあその社長さんのその板金に対する思い、うん、まあ、企業の理念みたいなの多分それなりにあったと思うんですよね、うんうんうん、その思いに共感して一生懸命下請けだろうが、うん、そのお客さんの顔見えなくても、うん、でもそれでも僕たちはこれをやるっていうそれを生きがいにしてもしかしたらついてきてるかもしれない、うんうん、そしてそのお金で家族を養ってるってなった時に、うんうん、その10年20年ずっとその社長を信じてその会社で働いてきた社員さんの思いはどこにってなっちゃう。なるほど、うん、もう今ので言うと、うん、例えばその会社その成功自動車さんがわしも昔どんな理念でやっとったかは分からんけども、うん、多分よそこに社長が作った理念があって思いがあってってこれをバーンと掲げてそれに社員もみんな賛同してついてきてって言ったら、うん、社長はこのレストア事業に行こうかななんてことも思ってないと思うわけ。ああそもそもがもうそもそもがそこでもう理念固めて、うんうんうん、よしみんなで行くぞってやっとるわけじゃんけ、うんうんうん、そんなことを思うことはないと思うけ、うんうん、まあ、その会社も、まあ2代目さんかなだと思うんで、うんうん、ただまあ先代からと受け継いどる理念とかあった、うん、まあ、どっちかや惰性部分もあったんじゃないかなと、うんうん、違ったらごめんね清香さん勝手な妄想で、そうそうそう、私もすいませんね違ったら清香さんのネタはYouTube を撮るためのいいきっかけになってるんだ。そうです、私も存じ上げてないのにすみません。だから、うん、多分そこでそういう思いが合致しとったらそういういらんことは考えてないと思うんだけど、うんうん、それがまあずっと続いてきてなんかしっくりせんままやって、うん、でそこにおる社員たちも多分よ多分まあお金をもらえる一つの手段として、うんうん、そこにおったんだと思う、うん、それがこの社長が好きでわしここの会社で働いとんじゃって言ったら社長がもう本気でわしはこれのやりたいんだっていやお前らの生活もあるしもうどの子のみたいなことを言った時に何言い出すんかの社長ってでもわしこの社長好きじゃしなみたいなあじゃあやめずについていってるってことかのような気がするんよ、うんうんうん、でもまあ実際その会社はその若手はほぼ辞めて50代のおっさん連中が3人ぐらいしか残らんかったらしいんだけど、うんうん、でもそこで初めて懐を取るか心を取るかみたいなところで、うん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 、多分今のその社長は以前より儲かってないけども心は満たされてる、満たされてますよね、うん、きっとねやりたいことだからこれが心も満たされんくなったら何正体はしらになると思うんだけど、うんうんうん、結局お前ものさっき言った、お金は満たされてるけども気持ちが全くすさんどる生活がいいか、うんうん、お金ないけど気持ちが
充実しとる、うんうん、どっちがいいかって言ったらやっぱり気持ちですよね、うん、やろ気持ち充実しとったら、うん、金ないのは、うん、なんとかなるんや、うんうんうん、誰かに甘えりゃなんとかなるんや、うん、じゃないか、まあ、お金なくても生きてますから、ね、わしもだいぶ甘えられとるけだいぶ吸い取られとるけ、うん、そうなるじゃんかでも気持ちっていうのは、うん、なかなかそうプラスになっていかんのね。まあそうですよね、そっか、心がまあ大切は大切ですけどね。まあだから今日言ったのはね、このわしらは社長の気持ち、まあお前は社員の気持ちっていうので、うんうんうん、まあ社員にも生活がある、うんうんうん、でもそれは分かった上で説明すると、うん、社員たちがいやこの会社よりもうちょっと転職してもうちょっと A 給料のとこ行こうって思ったらそれはそっちにええんだろうと思う。まあまあそれはそうですね、うん、だろ、うんうん、こんなあのもう全然この会社にも今の仕事にも思い入れも何もない、もう早辞めたいって思っとる会社で働くのがいいことなんかどうなのか、うんうん、それはまあ確かにそうですね、そういうそこの断面を見たらそうなりますね、うん、まあ、なのでね、今日のね、あの何歳になってもチャレンジできるっていう分の、まあこれは両方の立場からの意見があると思うんで、はい、今日のミッション一つは持ってきましたね。今日のミッションはこれだ。はい、ということで今日はね、何歳になってもチャレンジできるっていうところなんですけども、うん、まあ、チャレンジするときに社長一人だけの、うん、こう熱い思いじゃやっぱりできんけ、うん、それにいかに周りを巻き込むかなんだけど、うん、このやっぱり巻き込もうと思ったらやっぱり平成からやっぱり往生しとかないしょうがない。そうですよね、うんうん、やっぱり社員ってどれだけ結束力をこう掴んどくか、うん、やっぱりこれがない上にして、ある一つわしこうやってやろうもんだけどって言ったらそれは誰もついてこない、うん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 、ただ皆さんにも分かってほしいのは、懐裕福で心がまずいのがいいか、心満たされて懐がまずいのがいいか、どっちかだったらどっちですかみたいな、選択ですね、うん、まあ、これをちょっとね本気で考えてもらえればいいかなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ今日も関連動画はこちらになります。はい、じゃあチャンネル登録はこちらです。お願いします。で、この放送は、月水金の夜8時から放送していきますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで今日は以上です。またね。